今、佐藤輝明選手が阪神で活躍していらっしゃいますけど、うん、もし現役時代に佐藤選手と対決するとしたらどんな配球で打つう彼はね配球って言ってもね、うん、彼のレベルってもうすごいと思うんですよ。もうやっぱりね、うん、もうあのルーキーと思えないですよねあのバッティング見てたらもう力もそうですけど。はい、だいたいたね、まあ、本当に あの昔からそうなんですけどルーキーが来て最初は変化球攻めなんですよ。だって高校野球でそんなにすごいキレのあるフォークとかあんまり対戦してないじゃないですか中にはフォーク投げる子もいるだろうけど本当にプロ野球のレベルのトップレベルのフォークボールとか,なんか見たことないじゃないですか。だからまず入っっててててきてあのの最初にっていうのは変化球攻めなんですよ徹底してだから それに対応しだしたら今度何するかって言ったら今度体に近いところバンバン行くんです体に近いところバンバン行くで動かすんですバンバンこう腰をかすというかバンバン体を動かして打つあれを崩すんですよでそれをこなしてそれでもまだ打つじゃないですかそれも,もうその乗,り越えて乗り越えて打ち出すじゃないですか次何するかやったらぶつけに行くんです当てに行くんですもうそれでそれで 通り越したら当てに行くんんでですす<ー>バンぶつけるんですそれで腰ゆっかりって言ったらそういう方って引かないんですよ一発当てられたぐらいじゃん。<わ>でそ,んそれをもう各チーム何発もみんな行くわけですからバンバンみんな行くわけやから<ー>それはバンバン食らうわけですよデッドボール。それを飛び越えて乗り越えてそれでも打つやつはもう来ないんですよ。もう普通に勝負なんですん<ー>今のプロ野球って、はい、そのインサイドまでバンバン行くけどもうぶつけに行ったりはしない。ん<ー>だから あの彼はそんなにもう崩れることないからもう今彼と戦うときにどうしようかっていうどうやって抑えるかって言われたら、はい、逆に逃げまくりますまともに勝負しないです<ー>、うん、もうやっぱりストライクゾーンで彼を抑えるのはきついと思うやっぱりそれはあのダルビッシュぐらいのピッチャー連れてきたら、はい、それは勝負できるやろうけど変化球の球種が多いですもんねももう球種も多いし真っぐも早いでししすでょそういうピッチャーなら勝負できるけど、はい、普通のその辺のねあの S, s 級以外のピッチャーぐらいじゃ、なかなか抑えれないでしょうね。<ー>やっぱりまともにストライクゾーンじゃだからもう逃げまくるっていうのはその。ストライクからボールになるような球で勝負するっていうことで、具体的にはフォークとかですか？もうフォークとかです。<ー>もう要するにまっすぐ行くなら本当に体に近い。そのあのストライクからストライクゾーンと彼立っている。その間ぐらい完全なボールゾーンへまっすぐバンバン。もしくはあの膝元へスライダーですよ。 ストライクゾーンからこっちへ来るなんぼ打ってもファウルにしかならんスライダーでばんばん自打球打たすような感じでスライダーばっかりばんばんいっておいてもう打ってもファウルしかならんところでスライダースライダーもしくはもうボールいうのはまっすぐでうまくカウント整ったらもうフォークボールですもうそれもストライクからボールになるフォークもうその徹底してそこですもうフォアーボールならしょうがないっていうような感覚でいいと思いますもう彼が逆に打ちに来てフォームを崩すっていうのを待たなしゃあないでしょうね まともにいったんじゃやっぱ彼はやっぱそれだけ打つ能力ありますよ。バッタ配球について詳しくお伺いしたんですけれどもえ,えっとねあ、はいまあ、配球って、まあ、よくその指導者の人にもねよく聞かれるんですけど、はい、まあ小学生だとねそんなにねそこまで徹底して投げれるかっていう部分あるじゃないですかだ<ー>やっぱりもう中学高校ぐらいになってきたらそのピッチャー投げれるからその時になって初めて考えればいいと思うんですけどまあ 参考までに話すればその中でもよう言われるのはインサイドどうのこうのってよく言われるんですけどインサイド投げたから強気じゃないよね、この前あの谷繁も言ってたでしょ、はい、インサイドでバンバン投げたから強気ってよくアナウンサーが言うんよね、<あ>テレビの解説は インサイドへバンバン強気,強気の攻めしてますよねとか強気でもなんでもないんですよ。それはそこがインサイドが打てないとかインサイドがいいと思ったからインサイド行ってるだけでそこに強気とか弱気とか何もないんですよ。配球っていうのはキャッチャーがいろんなことをそのさっきも言いましたこうやって見るあの動き見てますよね。動き見てるし バッターの心理とかピッチャーの心理とかなんぼこの球がいいと思ってもピッチャーが投げれなかったらどうにもならないんですよです、ね、投げれるような球はいかなきゃいけないし<ー>それ全部いろんなことを考えて状況とかも考えた中でその配球って決めていくじゃないですか、はい、だからその中でじゃあインサイドって使う定義って言ったらおかしいけど、はい、どういう時に使うかっていうのはやっぱあるんですよその定義みたいなもんが。<ー>どういう時に使ううい使かっっていうとやっぱり 相手が状態いいから動かしたいさっきの,あの怖がらせたいじゃないけどやっぱり動かしたいんですよでイメージ残したいんですよここそしてバッティングを狂わせたいっていうそういう時に使ったり例えばピッチャーがエース級で150キロぐらい出る明らかにバッターがインサイド来ても打てない、はい、力負けするっていうそういう時に使ったりもうその投げる時って決まってるんですよね。そいバッターがが完全に外へ気持ちが入っていっててる ようなバッターの時にイインサイドもしくは全く意識がないから意表をついていくとかそういった使い方っていうのは決まってるんですよそのセオリーっていうかで外っていうのはこれよく困った時アウトローとかって言って,いてよあのね格言じゃないあの格言みたいな感じで言われるんですけどそれはやっぱりここっていうのは投げるのがやっぱ難しいんですよこのインサイドっていうのは。やっぱピッチャーの 心理としても当てちゃいけない頭に当たったらあかん、はいね、とかいう自分の中にも怖さあるんですよやっぱ投げてる中でで困ってその苦しい時にここへ投げろって,ってもそんな正確に投げれないんですよ絶対そしたらその困った時に何でかって言ったら一番練習もしてる一番バッターからも遠いから投げやすいそのアウトローっていう風にでデータ的にもそのアウトローへきっちり来てる球をホームランされてるって言ってデータで言ってもやっぱりあんまりないんですよ やっぱりこの前、あの<ー>シゲが言ったようにこことここは打率がバッター全打バッターが低い、はいね、こっちとこっちはこの辺は率がいいんですよっていう中でだからその、そういった部分もあるだから必要以上にインサイド使えって監督に言われたから言ってバンバン行くやつもいるんですよ、はい、けどそれが決してあの勇気ある勇気ある言おかしいな、ね、なんていう強気なリードかいったらそんなことないんですよ。はい だからキャッチャーっていうのは常に状況とかバッターの動きとかいろんなその心理とかを考えた中でもう的確に的確にここはこの球がいいっていうのを判断せなあかんわけそれも投球受け取って返して座ってサイン出すまでの本当にもう何秒23秒かその間に全部弾き出さなあかんわけでよしここはこの球が一番ベストだっていうのを冷静に判断した球をサイン出すわけ。 でまた動きを見ながら考えていろんなことを考えて返した時に次の球はこれだっていうのを決めるわけ。ただそしたの自分でこれだっていう判断をするじゃないですか。どういうのかなな正確なのをこう出すでしょ、はい、で決めたらそっからはもう決めたら自分があとはそれをサインをきちっと出せるかどうかなんですよ。 思い切って <laughs> 自分はこうだって決めたらいそこにそこにさう弱気だからこういくう強気だからこういくってそんなのないでしょそれがあのリードなんですよ本当のそこに強気じゃ弱気じじゃゃ弱なんてないんですよ本当にきちっとしたあの的確な判断冷静な冷静な判断と、ね、分析ともうそういうのしかないんですよ。 もう的確に分析して正確に判断して冷静に判断してであとはもう勇気を持ってサイン出すだけなんですよこれ打たれたら俺のせいだいいから思い切って来なさいっつってもうその決断だけなんですよその3つだけなんですよキャッチャーのやることっていうかきちっとしなきゃいけないことっていうのは。けど往々にしてその解説であったりテレビであったりアナウンサーであったりが強気ですねとかいうかそれ勘違いしちゃう人が んもっと強気に攻めろって言うんです,す,、ね、んですよ。けどそうじゃないんですよ。あの強気でもなんででももないんですよん普通に必要ならインサイド行けばいいおいバッターバッターがこうもう外に意識来てるじゃないかだからインサイド行けよってそれは正解なんですよ。うんうん、だからプロ野球でもよくね俺見てきた中でよく失敗するケースっていうのは、はい、よう挑んでピッチャーが1回表抑えるじゃないですか。はい、だからたまたまま その一一回表にカーブを球も使わなかったとしよう、うん、でたまたま,まあ投げる機会がなかってそのカーブをまっすぐとスライダーだけで3人ポンポンと抑えれたんです、はい、いい立ち上がりしたんですよピッチャーがすごいいい立ち上がりしてでポッとベンチへ帰ってくるじゃないですか,かそこで監督が何気なくよ監督も良かれと思って言うんよ別に何もあれないけど監督がキャッチャーに「おいカーブも使えよ」って言っちゃうんですよこれ。 あのおカーブも使えよって、うん、そんだけうまく立ち上がっていい形でリズムよく帰ってきてキャッチャーもちゃんと頭にあるんです絶対にそんなのここはカーブがいいと思ったら絶対カーブ出すんですよ、はいね、そんなの球種忘れることもないしそれを監督も良かれと思ってもっと幅が広がるだろうと思っておいカーブも使えよって言っちゃうんですよ何気なく、うん、何も深い意味もなくキャッチャーはそれ言われたらもう頭それだけなるんですよ カーブ使わなきゃいけないカーブ使わなきゃいけないだ次の回始まったら初球からもうカーブ1球間過ぎた次またカーブ最後も決め球もカーブもうカーブばっかになのだからもうリズムをくるっていきなり2回からピッチャーぐしゃぐしゃになるそういうケースも多々ある、はい、俺が見てきた中ででもうお互いが何気なく言うてるんですよけどそれぐらいキャャッチャー で監督の一言って重いからそうですね、うん、もうそうなっちゃうんですでだからあのー、それがやっぱり経験を積んできて言ってましたねあの長く出てるキャッチャーっていうのは<ー>少々言われても動じないんですよ<ー>あ,あ気にいらんかった外しちゃえ,えやん自分で自分の思う,う通りにできるから気にしないな、ね、けどこれがたまに出る二番手のキャッチャーとか 若いキャッチャーになったら監督から一言言言うともうそれがあったのに全部もうじゃないと使ってもらえんようになるじゃないですかうです、ね、言うこと聞かないあこの野郎、うね、俺の言うこと全然聞きやがらん<ー>こんなやつも二度と使うかってなるじゃないですかなだからもう本当にその一言って注意せんと何気なく言ったつもりが良かれと思って言ったあれが逆に首絞めるようなことになるんですよね。味方のっていうこともある。はいでまあ 今、まあ、そういう話もしたけど、はい、実際、じゃあ,あのどういうふうにそのあれかって言ったらもう一回ちょっとバットとあれで、ね、説明したらね、はい、バッターって大体こういう感じでイメージこううい感じでイメージしてパ<ー>ッと構えたりするよね、はい、だでイメージするこれっていうのはこれが一番もバッターがすっとバットも出てくるし一番力の入るところなんですよ。はい、バッターっていうのは もうほっといても誰でも誰でも何も考えずにこれは一番強く打てるんです<ー>要するにっていうのはこの辺じゃないですかそうですねだからよいドンでアウトローのこの難しい球を打とうって思って打席に入ってくるやついないんですよ。あなるほどそれはまあ初球何でも張れるからこいつカーブ多いな初球カーブもあったろって言ってくるやつはおるかもしれない<ー>けど大体のバッターっていうのは。 大体のバッターって入ってきたときに大体こうイメージしながらまあこの辺来たら強く打てるなっていうイメージなんですこの辺を強く打てるなっていうイメージなんです。はい、っていうことは意識がこの辺に100%あるんです、はい、だからこの辺に抜けた球が初球からポンと来たら危ないんですよどが、うん、ンと打たれるここへ意識があるんだから100%、ね、だからこの辺に来たら最も危ないでしょなで何もせんでもバット出し当たるんやから。はい だから初球に抜けた球がこの辺に来るこれが一番危ないだこれはやっぱり注意しなきゃいけない。だやっぱり何考えてるかもわからんからやっぱり丁寧にこの意識のないこの辺から入っていくのが一番いい<ー>まずはうん、ね、だから例えば一球ここへのまっすぐ行きました初球に、はい、って言ったら初球からその難しいアウトローを手出さんと見逃したとしようかそうです、ね、見逃しますね。ねだからあっぐからままっっすすぐぐやけど ああ外あれやなっって言って言<ー>バッターはねだから次どういう気持ちになるかって言ったら、うん、今までここに100意識あったよね、はい、ここを強く、ね、おぼろげながらここを強く打とうって言ったがあこっちもちょっとあるかもしれんな<ー>っていう風な来たことによってここへ100あった意識が10ぐらいここへ意識いくよね。で、はい、ここの意識は今まで100あったのが90になるわけ。けど 90%, の,90の意識があったらまだ危ないまだやっぱり高確率で打てる何が来てもそしたらやっぱり次もこっちの意識の低い方へ行った方が安全へ<ー>安全で2級見たら2級外を見せられた2級こっち見せられたって言ったら「外ばっかりやな」って言ったら今までの意識が30から40ぐらいこっちに意識いっちゃうわけ うんその意識が2球見たことによって、はい、ほんだらここが90あったんが60とか50に減っちゃうわけ意識が、はい、でこっちに40ぐらい3040ぐらい意識いっちゃうわけでこっちのここに最初に100あった意識がどんどん減っていくわけですパーセンテージでいううーそしたらここが60%ぐらいの意識になったら今度この近くへ来たらそれが完璧に打てるかだったら完璧には打てないなるほど 来たと思っても意識がちょっとあれしてるから変化球かなって思っただけでも随分変わってくるたら意識がだいぶパーセンテージが落ちたんですこっちへ行った分そしたらその時に初めてこっち使えばいいんですインコースですかインサイドその時に意識がこっちへ行ってここの意識が落ちた時にこっちへ行けばいいそれともしくはここの意識がまだそれでも低いんなら今度ここへ変化球行ってもいいわけです そしたらもう70%ぐらい意識ここへ行っちゃうわけ、うん、そしたらここへ行けば間違いなく打てないですよ30%の意識じゃ間違いなく打てないだからボーたらバンときたらうわ来たって慌てて打ちに行くけどファールとか空振りにしかならないボンダとかにしか。うん、でもしくはそれをバーンときたのを見逃した。ねだから バーンと来たことによってまたこの1球見せられたことによってここの意識がまた90%ぐらい返ってくるう <laughs> <ー>わあやっぱり来たインサイドここへ来よった、うん、っていうんでまたここへ意識が返ってくるだまたここへピュッと曲げとけばいいんです <laughs> いやだーもうそしたらもう意識ないから打てないっていうふうにこのバッターの意識をいかに分散させるかだから同じまっすぐでもここへ 意意識識がののバッターの意識あるところここへまっすぐ投げてガーンと打ちにくるのとね同じまっすぐでもバッターが変化球かなって思ってる意識のところへ同じまっすぐ来たら同じようにガーンって打てるかって言ったら全然違うんですよやっぱり最初のそのもうまっすぐ100で待っててここに意識あるところへ来たまっすぐはガーンって打てるけど変化球かなって思って。 意識を持てるところへまっすぐ同じまっすぐ来て同じようにがーンって打てるかって言ったら打てないですやっっぱりりちょっと差し込まれたりするんですそれは例えば1打順目打ち取ったとしたら2打順目はまた変えるんですか配球をそうだからその1打席目を打ち取った時のあれも大事なんです、えー、1>, 1打席目を打ち取ったことも覚えとかな,かかなキャッチャー覚えておかなきゃいけないだから1打席目にさここでぐしゃー詰まってぐしゃー詰まって<ー>もうぼてぼてのピッチャーゴロ打ったらさ 情けないやんバッターでもそうです、ね、なんか恥ずかしいじゃん帰んのベンチにここへぐっしゃ詰まってさだから次そのバッターが来た時にさ「ね、よし変化球待とうか」って来るやつ絶対折れへんへ<ー>もうその一打席にぐしゃーって詰まったら意識としては100%もう絶対まっすぐだけは詰まらんぞってくる もう変化球空振り三振してもいいとにかくまっすぐをぐしゃーって詰まるあんなみっともない打ち方はしない絶対まっすぐ来たらきちっと打つぞっていう意識で入ってくるわけだからそのバッターに対して「えー、よしこいつ先詰まりよったからまた打てんじゃろうよし行ったれインサイド行ったれ」って言ったらものの見事にガンって言わされるそうこキャッチャー覚えとかなのでまたそれが俺が最初に言った見えないものを見るっていうことな そういったことを考えて、あ、ここはいっちゃいけない。ここはいくらインサイド使わなきゃいけなくて、でもここはもうバッタが絶対意識あるから外だけでいいんだとかさ、それがキャッチャーのあの配給なんですよ。いろいろ考えている。いろいろお話しさせていただいてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ここで視聴者の皆さんプレゼントのお知らせです。本日西山さんが着用している。 OB クラブオリジナルキャップ帽子ですね,帽子,ですね帽子、はい、西山さんのサインをしたものをプレゼントさせていただきます詳しくは概要欄をご覧ください今後、OB チャンネルで各テーマに分けて様々な配信をしていきますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますお願いしますご視聴ありがとうございましたありがとうございました今日は、えー、進行エンジである セノンスポーツゼロにこれした帯クラブベースボールフェディアで、えー、ここを使わせてもらってますこんな施設もあります疲れたあとは酸素カプセルで癒しましょうじゃあねー <laughs> 一社だわセノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました 101! 111ピンピンピン。